なるだなるだ、ナルシストがいるよ。千夏、朝シャン朝シャワー、そんでもって鏡の前でポージングってどんだけだるいのよ。お兄ちゃんはなるじゃない、己への戒めだ。お前こそ朝からそんなジャンクフード食べる？ネバー。あ、そう。ったく、勝手に部屋に入ってくるなって言っただろう。冷たい。離れて暮らしてたからって兄弟の絆を忘れちゃうなんて。決めたんだ、甘ったれで無力だったあの頃にだけは戻らないって。おはよう、マー君、ちなつちゃん、朝ごはんよ。マー君、子供の頃からドーナツ大好きだったものね。お砂糖たっぷりよ。唐揚げも揚げたて、じゅわじゅわいってるでしょ。いや、いい。ちなつ、マー君がママのこと嫌いだって。やっと一緒に暮らせるようになったのに。はいはい、お兄ちゃんはいろいろそぎ落としちゃったんだね。行ってきます。朝からあんな高カロリーなもん摂取できるかっつうの。ただしイケメンに限る。この言葉は俺の座右の銘だ。イケメンにあらずんば人にあらず、仏面なおもて往生を説ぐ、言わんやイケメン親。あんた何言ってんの？その携帯見せてみなさいよ。誤解だよ、ちょっとメールしようとしてただけだろ。嘘、あんな角度でメール打ったりしないわ。だから本当に誤解だって。近くでうっかり携帯を使ってしまった彼より俺の方が罪深かろうに。誰？先週転入してきた真壁くん。あ、もしかしてテニス興味ある？よかったら朝練参加してく？いや転入試験満点だったって本当？すごい、サッカーしてるところ見た、超かっこいいよね。なんてこった、ひょっとしてこれは褒めすぎだよ。むしろみんなの頑張ってる姿に感心してるところだったよ。じゃあ朝練頑張ってね。ただしイケメンに限る。どうやら本当らしい。いけるかもしれない、俺の計画。あの茂雄先輩が告白？あの残虐姫に？今度こそ落ちるんじゃね。いくら残虐姫でも茂雄先輩超イケメンだし。お、来たぞ。来てくれたんだね、恥ずかしがり屋のラプンツェル。遠慮はいらない、人の視線には慣れている。だから今ここで返事が欲しい。それなら安心ですね。スタンレー C 組、なんだ、山田茂雄先輩、この度は交際の申し込みをありがとうございます。公開告白？つきましては、当家の使用人により身辺調査をさせていただきました。ん？結果といたしましては、最近駅前の書店で赤本に挟んで、なんてこった女体化三国志に俺だけ劉備玄徳の最新刊を購入されたそうですね。また下級生の二の腕を不自然に凝視するのはあまりいい趣味ではないと思います。あなたがネットで連載している俺つえ小説、主人公の名前が同じ茂雄なのはどうかと。違うんだ。そしてリアルのあなたは胸元のほくろから常に毛が一本。そんなあなたに心を込めてこの名前を捧げます。山田君、結構好きだったのに。しげぼんじゃね。さすが残虐姫、容赦ねえ。
都会越え、都会越え。いや、こんなことでおじけづいていてどうする。俺の戦いは始まったばっ。でもそれって学校に慣れてきた証だよね。学級委員としては一安心な。イケメンならよだれ垂らして居眠りも許されるのか。あ、真壁くん起きてる。シュリーくん、小十郎っていいよ。お昼まだだよね。今から行っても購買部売り切れだから。うわぁ、ありがとう、助かったよ。パン一つで一食分の摂取カロリーかよ。しかもほぼ炭水化物オンリー。こりゃ帰ったら腹筋100回追加だな。真壁くんってすごいよね。成績いいのに選ぶらないし、スポーツもできるし、あとかっこいいし。よしてくれよ。お前だって総受けの小十郎キュンとか言われて一部に大人気らしいがな。もう一人真壁くんと同じような高スペックな人いるけどさ。ああ、あの人のこと。あの人、もうね、その人。田辺明夫はいる。あれは今朝の。あなたでもいいわ、答えて。田辺明夫はいるの、いないの。いや、僕です。体育の時の凛々しい姿に惚れました。要はあなた、私のスパッツの足が好きなのね。今日からあなたをムッチンプリンスと呼ぶわ。よしの、行こうよ。なんだあいつは。学年トップですっごい美人さんだけど、真壁くんと違って性格が。あとものすごい男嫌いで、告白してくる男子には容赦なしにあだ名をつけて撃退するんだよ。だから通称残虐姫、あだがきあきさんだよ。あだがきグループの御令嬢だって。あだがき。真壁くん、どうしたの。あだがきあき、あいつが。
さかこんなに早く再会できるなんて。アキ様、お紅茶おかわりいかが？ありがとう、いただくわ。ブリュッセルのショコラティエから取り寄せたガナッシュですの。お一つお召し上がりになって。素敵ね。でも今は遠慮しておくわ。基本情報は小十郎から聞いた通りだが、意外と取り巻きの女子は多い。あら、そのか、リボンがほどけそうよ。アキ様、てっきり女子からも恐れられていると思ったが、そうでもないのか。はっきりしてるとこがかっこいいって女子もいるみたい。そういうものなのか。でも本当にいつも一緒にいるのは小岩井よしのさん。他には？他に？そう、好みとか思考とか傾向とか。さあ、あんまり聞いたことないけど、お弁当は一人で食べるのが好きだって聞いたくらいかな。じゃあ私はこれで。ごきげんよう、アキ様。ごきげんよう。バイバイ、アキ様。普段は取り巻きをはべらせハーレム状態を良しとする女が、飯時はそうじゃないって。これは探る必要があるな。真壁君、やめた方がいいと思うよ。ひどい目に遭うと思うよ。俺に限ってそんなことはないはずだ。そうかな。で、やっべ、どうしちゃったんだろう真壁君。深く、一体どこに。いざ探すといっても校内は広い。あれは間違いない、あだがきあきの取り巻きだ。あの発光オーラは確かに覚えてるぞ。なんか怪しいな。あんなところに何の用が。買ってきました。遅いわよ吉野、待ちくたびれたじゃない。ごめんなさい、カツサンド2個しかなかったから。それなら何か適当に買ってくればいいでしょ。気が利かないのね。ビンゴ見つけたぞ、あだがきあき。なんだあの金属ケースは。どうも。ごめん、盗み見るつもりはなかったんだよ。ちょっと彼女が歩いていくのが見えたから。まさか私がいるなんて思わなかったってこと。そうなんだ、天下のあだがきあきがまさか体育倉庫でぼっち飯囲ってるなんて想像できるものか。しかもガテン系御用達のドカベン愛用者だなんて。そこ邪魔だから出てってもらえないかしら。気にしなくていいよ。少し大きめの弁当1個くらい、運動部の女子も食べてる子いるだろうし、うちの妹も。パンはどうしますか。あとで。仕方ないでしょ。みんなと同じに食べてたらすぐにお腹がすくんだもの。もともと低血糖気味だし、こまめに糖分補給しなきゃだし、本気で寄生虫でもいるのかって検査もしたけど異常なかったし、とにかくお腹が鳴るのだけは避けなきゃいけないのよ。普通の女の子はお腹なんて鳴らないものでしょ。それとも何、あなたはこの私の腹がビッグベンのようになってほしいの。そういう趣味なの。そうだ、用事を思い出したから行かなきゃ。あなた、名前は？真壁。バラしたら承知しないから。だけど俺は一つの切り札を手に入れた。真壁君、
さんと仲いいんだって。どこ情報よそれ。クラス中で噂になってるよ。おーっとっとっと、今度こそ残虐姫が陥落するんじゃないかって。いや困ったな、そんなこと全然ないのにな。実際問題あれから嫌がらせばっかりなんだが、そこまで妄想できるのか。女子の恋愛脳って怖え。あの美少女っぷりでドカベン平らげるんだぜ、信じらんねえよの。俺は犬か。大丈夫？どうしたの？大丈夫？保健室行く？いや、平気。いい気になるなよ。真壁くん、大丈夫？怪我しなかった？恋愛脳は女子だけの専売特許じゃないってことか。めんどくせえけど、これは使えるな。ごきげんよう、アキ様。また明日。バイバイ。ごきげんよう。ヨシノ、ヨシノ、起きなさい。お腹が空いて倒れそう。何か食べるものを買ってきてちょうだい。今ですか？そうよ、急いで。何がいいですか？ご飯系、パン？倒れそうって言ったでしょ。何でもいいからとにかく早く買ってきて。はい。お昼ちゃんと食べたはずなのに、どんどん燃費の悪い体になっているような。よしなったら一体どこまで買いに行ったのよ。そんなに急いで、真壁とデートか。あなた、ムッチンプ。黙れ！あら、せっかくお似合いのあだ名なのに気に。僕の手紙は破り捨てたのに、真壁ならいいんだ。イケメンはいいよな。顔なんて関係ないわ、話しなさい。自分はお姫様気取りで高みの見物か。いつかさ、こういう目に遭うって思ったんだよ。あだがきさんおっかないから。怪我はない？あなたの方こそ。お安いもんだよ、君の無事に比べれば。痛い痛い、マジ痛い、ガチ痛い、めっさい痛い、気が痛い、もう泣きたい、叫びたい。つうか、ぶっ倒れてもいい？でもこれで、あいつは俺のことを無限にはできなくなったはず。あのあだがきあきが自分の秘密を知られた上にピンチから守られるなんて、プライドが許さないだろう。そんな顔しないで、女の子は笑った方が可愛いよ。告白しよう。俺はデブだった。おまけにボンボンキャラでいじめられっ子という三重苦。あなたたち、うちの前で何してるの？あだがきあきはその頃の俺にとって救世主にも見えた。あの瞬間までは。あんたなんか好きにならないわよ、短足のくせに。これは復讐だ、あだがきあき。俺はお前のことが憎らしくて憎らしくてたまらない。だからこそ全身全霊をかけて今のお前を恋に落としてみようと思うんだ。
奴が本気になった時が最後。俺の正体を知らしめ、最高の形で捨ててあげよう。名付けてデッドオアラブ作戦。あら、マー君ご機嫌ね。キモ。おはよう、真壁くん。おはよう。おはよう、真壁くん。おはよう、双葉さん。どうしたの、その手。あ、いや、ちょっとドジっちゃってね。真壁くんでもドジることあるんだ、意外。イケメンによるギャップ萌え、ポイントゲット。おはよう、田辺くん。おはよう。昨日はごめん。全然大丈夫、気にすんなよ。え、なになに、何なの。秘密。おはよう、真壁くん。おはよう。ラブレター、すごいね。いや、どうかな。あれ、もしかして俺いきなりバレてね。